クレイジーの時間をもらっております。本当に、いい試合になりました。どうもありがとうございます。たくさんの方の協力によってできたこの引退試合、本当にありがとうございます。17年間の現役生活になると、いろんなことがありました。ガンバで試合に出られなかったこと、ガンバがなかなか勝てなかったこと、それでも少しずつ勝てるようになってきたこと、日韓のワールドカップ出たこと、アジアカップ優勝したこと、リーグ優勝できたこと、ドイツのワールドカップ出て悔しかったこと、ザッツブリーってこと、神戸行った、神戸来たこと、本当にいろいろありました。プロを始めた、プロになった頃、大変なワールドカップに出られると思ってなかったです。それでも毎日の練習、試合を終えて少しでも良くなったのかどうか、何が悪かったのか、何を変えていかなきゃいけないのかということを考え続けた17年間でした。そうすることで少しずつレベルアップできたんじゃないかなと思います。サッカーを通して考え続けなきゃいけない、歩みを止めちゃいけないということを学びました。人生の大事なこともサッカーを通して教えてもらったように思います。ただまだ35歳で、これから人生まだあると思うので、これからも真摯にそんなサッカーに向かって向かい合ってやっていきたいなというふうに思っています。サッカーってこの日本でもっと大きな存在になれると思います。そうなっていかなきゃいけないと思います。毎週スタジアムが前になること、親子3世代が手を取り合ってスタジアムに行くことが普通になること、グラウンドがたくさんできて子供たちがどこでも参加できること、そしてワールドカップがワールドカップで日本が優勝するかというと、絶対そんな日が来ると僕は思ってます。だからそのために皆さんが、みんながそれぞれの立場でやることをやりましょう。選手はいいパフォーマンスを見せてお客さんに感動を与えなきゃいけないと思います。そして皆さんは皆さんの立場でサッカーの良さ、素晴らしさを周りに伝えてください。周りの人をスタジアムについてきてください。僕は僕でこれから学ぶことをまた経験していくことで、サッカー界の発展に貢献していきたいと思っています。サッカーの力って本当に素晴らしいです。素晴らしいスポーツだと思います。25年前そんなサッカーに出会えた幸運だったと思います。そんな幸運に感謝しながら、そして、全てのサッカー関係者の方に感謝しながら、17年間ずっと宮本恒靖を応援してくださったファンの皆さんに感謝をしながら、最後にいつもそばで支えてくれた家族に感謝をして、引退試合の挨拶をさせていただきます。どうも本当にありがとうございました。
場内を一周します。どうぞ拍手でお迎えください。